ニコッチー、見たいって言ってたショコラフェスティバルのカタログ持ってきたわよ。本当？ありがとうマリー。って、何よこれ、すでに付箋でびっしりじゃない。当然よ、買いたいものは早めにチェックしておかないと。まったく抜け目ないわね。のんのん、中を見たらニコッチもマリーの気持ちがわかるわよ。ほら、うわー、このチョコ宝石みたいですっごく綺麗でしょ。マリー、これは絶対手に入れたいのよ。確かにこれは欲しくなるわね。それにチョコの種類も思ってたよりずっと多いし、これは選ぶのに時間がかかりそうだわ。次のページのもなかなかね。見た目はシンプルだけど中身が全種類違う。どれも美味しそう。その隣のチョコも気になってるの。アイスバーみたいですっごく可愛いと思わない？うわー、こんなにあるなんて聞いてないわよ。選べないじゃない。どう？マリーの気持ち少しは分かってくれたかしら？十分すぎるくらい伝わってきたわ。ねえ、みんなに美味しいチョコをあげたいのはもちろんだけど、自分のチョコも欲しくならない？ニコッチさすが、わかってるわね。マリーもそう思ってたのよ。バレンタインは年に一度なんだし、自分たちのチョコも買わなきゃ損だわ。イエース、みんなのどれにするか決めたら自分たち用のチョコも決めましょう。よーし、両方とも、とびっきりのやつを選ぶわよ。